いや、ほんと楽しい。今回は益子町。益子町からは軟式野球をご紹介します。夢を感動へ。じゃあ改めて競技の説明に移りたいんですが、結構日本人は野球のルール知ってる人が多いかなと思うので、ちょっと大きなこう硬式野球と軟式野球の違いみたいなところを話聞きたいんですけど、まず大きな違いどこがありますか？まず大きな違いはボールです。あ、私今ちょうど持ってて、はい、ボール何が違うんだろう？ボールは軟式野球は白いちょっと軽めのゴムでやっています。で、硬式は縫い目のとこが赤い糸で縫われているちょっと固めのボールでやっています。結構ちょっと弾むボールですよね。弾みます。ちょっと落とします。せーの。お、よく馴染む感じのボールです。他には何か別なんかこう特徴ありますか？他に違うのは僕が今持っているこのバットです。バット何が違うんだろう？軟式野球ではこういう柔らかめのバットが使えるようになっています。あ、本当だ。え、何でできてるんだろう？これはゴムです。ゴムでできてるんだ。で、あとは他には何か違い、大きな違いありますか？他には特にないです。じゃあ基本的にはこう使う器具はもう本当バットとボールの種類がちょっと違うよっていうところでルールは一緒で、はい、あとはやっぱり楽しむのみ。楽しむのみですそうですよね。じゃあちょっと早速一緒に練習させてもらおうと思います。じゃあ早速競技体験をしていきたいんですけども、はい、これは今先生が何をしてるの？先生はみんなにノックを打っています。あ、じゃあ私もこれ参加したいな。どうぞどうぞ、ありがとうございます、はい、じゃあ私も参加してきます。行ってきます。行ってきます。あ、ナイススロー。あ、上手。あ、惜しい。ショート。はい。あ、ナイスゴー。お願いします。うわ、早い早い。ナイスキャッチ。ナイスボール。あ、どうですか私のさばきは？すごい上手いと思います。やっぱり野球は距離があるから大変だよね。大変です。遠いもん、なんか。はい、わかりました。ここにベースに入って。遠い。ナイスよ。はい、はい。はい、雨強くなっちゃう。はい、はい、はい。ごめん。ナイス、ありがとうございます。いや、ほんと楽しい。学生のこのパワーは計り知れないですね。ありがとうございました。なんか青春時代を思い出しますね。ソフトボールとは違ったこのボールの感じと男の子の魂みたいなのを感じました。軟式野球の魅力はチーム一丸となって一つの勝利という目標に対してみんなで練習などを頑張れることです。自分を犠牲にしてでも他の人を助けるということができる唯一のスポーツだと思っています。今後の目標はチームのみんなで協力して県大会出場を目指すことです。